皆さんこんにちは、奈良岡莉子です。今年1年皆さんはどんな1年だったでしょうか。まあこのね動画をアップしているのが12月27日ということで、あと5日間しか2017年ないんですよ。なんですけれども、まあ今年に入って私の動画を見始めていただいた方もたくさんいらっしゃると思いますし、まあなんならこの動画が初めて見たっていう方もいるかもしれませんが、本当にどんな方も皆さんありがとうございました。私自身はとっても楽しい1年でした。でまあ来年もねちょっといい年にしたいなとは思うんですけれども、私自身結構来年の抱負とか結構みんな言うじゃないですか。と年末にそういうの全然掲げられないんですよね。今週中とか今月1ヶ月はこれを頑張ろうとかなら目先のことなら結構考えられるんですけど、ちょっとこう1年間っていう風に通してなんかこう大きなもの、大きく何かを掲げていたいとは思っていてもなかなかそういう風にできない性格だったので、今回私の知り合いでタロット占いができる方がいたので、ちょっと私を占ってもらいました。ということで来年の私の運勢を占ってもらったので、ちょっとそれを紹介していきたいと思います。というのもすごい方なんですよ、占ってくれた方。私はもともと仕事で一緒になった方で、占い師さんとして知り合ったわけではなくて、別のお仕事もされていて占いもたまたまやってるというのを最近知って詳しく聞いてみたらですね、イギリスとベルギーでタロットリーディング その勉強を習得されていて、でなんかね別のまあ某サイトで昔はその占いの方を提供されてたようなんですけど、そちらではなんとファンの方が800人を超えていらっしゃったということです。そしてタロット鑑定だけではなく数秘術というものとかを組み合わせた鑑定だったりと、かなり本格的なタロット占いをしてくださる方なんですが、直接こう対面で鑑定してくれるというわけではなく、メールで鑑定だったり、あとは電話鑑定とか気軽にできる占いかなと思います。私はメール鑑定をしていただいたんですが、私がお教えした情報としては生年月日だけなんです。メールが返ってきたので今日は発表したいと思います。まず2018年の私のイヤーナンバー10です。イヤーナンバーに対応するイヤーカード、あなたにとってどのような意味の年なのかを示すカードは運命の輪のカードです。なんかちょっと素敵じゃない？ちょっとこれいいこと書いてありそうじゃないですか。このカードが示すいい意味での転機やチャンスを迎える一年になります。あなたの人生が新たなステージ、新たなサイクルに入ることを示唆するカードです。恋愛、結婚、仕事について運命的な展開や出会いに恵まれるでしょう。あなたにとっての必然的な出来事を迎える年です。一人の時間や空間で熟考する年で、なるほど、私結構一人の時間好きだからこれ嬉しい。その結果として大きな気づきや悟りを得たことでしょう。人生の大きなターニングポイントとなる来年を経て、再来年は非常にいいバランスが整う年となります。気になるとこですよこれ。2018年の恋愛、運命的な恋愛や結婚に出会う年です。来たっしょこれ。常に出会っている人との関係の進展、あるいは新しい出会いをこのカードは意味しています。今年はモテるんじゃない？勢いや流れに乗ると恋愛が進展するスピードが上がります。勢いや流れってことは何？もっと私モテてるよアピールしていいってことですか？ちょっと来年からモテキャラ行く。2018年の仕事、好機をつかみ成功に恵まれます。次の展開がはっきりと見えてくるはずです。条件の改善、収入アップによる金運の上昇に期待できる一年になります。あなたが積極的に仕事の転機を作ることも吉と出ます。期待通りの成果や結果が現れ始める年になるでしょう。いいこといっぱい言ってくれて嬉しいですね。ただ結構具体的にどれも言ってくれてるので、なんかほんとただ褒められてるだけというよりも、もっとまあ細かいとこ、あ、私の中でも、私のこういうところもっと変えようとかっていう意識が今ね、めきめきと出てきています。そしてこのイヤーカードの画像も添付されていて、実際にこのタロットを行った、まあ結果が、ほんと物の写真が載せられているので、ちゃんと出ましたよって、なんか証拠じゃないですけど、こういう画像も送ってくださりました。そしてこれでまた追加鑑定が必要な場合はまあご相談くださいということなので、もっと突き詰めてなんかいろんなものを掛け合わせたタロットの占いもしてくださいますし、ちょっとハマりそう占いに楽しいね。3問1800円のメニューが最安のメニューなので、1800円で安いですよね。もっと
っとやっぱり占いって高いものだと1万円ぐらいするのかなって思ってた。意外とリーズなものでねできますね。で、まあ、もっと複雑なものになると、まあ、1万円前後のものもあるということです。こういう風にちゃんとした私専用に占いをしていただけるとなんか自分自身テンションがまず上がるし、もっと頑張ろうっていう気持ちにもなったのですごく良かったなと思います。で、今年中ね、今日から27日から12月の31日まで、まあ、今年中であればなんかちょっと割引になるクーポンも使えるみたいなので、ぜひやったことない方だったり、まあ、やったことあって占い好きな方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。今年も来年もぜひ奈良岡莉子よろしくお願いします。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter、Instagram もやってますので、こちらの SNS などもフォローしてみてください。では奈良岡莉子でした。バイバーイ。